仙台市泉区、気仙沼市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、蔵王町、川崎町、宮城県の美里町、栗原市、東松島市、蔵王町、川崎町、宮城県の美里町、女川町、南三陸町、震度5弱の地点をお伝えしています。通り開催する予定だということです。カメラは地震発生当時の宮城県石巻市の様子です。カメラが縦に横に揺れています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。そして交通の情報が入ってきました。JR 東日本新幹線統括本部によりますと、佐久市和久谷町で観測しました。そして震度5弱の揺れを青森県の階上町で、また岩手県一関市と釜石市で、宮城県の仙台市宮城野区、仙台市泉区、気仙沼市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、蔵王町、川崎町、宮城県の美里町、女川町、南三陸町、震度5弱の地点をお伝えしています。福島県の相馬市、南相馬市、国見町です。その他震度4から3の揺れ、東北地方そして新潟県にかけて広い範囲で観測しています。震度5弱の揺れを観測した仙台市宮城野区にあるスタジアムの楽天生命パークでは、大きな横揺れが30秒ほど続きましたが、被害は今のところ確認されていません。グラウンドではプロ野球楽天の選手たちがバッティング練習などを行っていましたが、一時中断し心配そうな様子で周囲を見渡していました。球団によりますと、今日午後2時から予定されているロッテ戦は今のところ予定通り開催する予定だということです。カメラは地震発生当時の宮城県石巻市の様子です。カメラが縦に横に揺れています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。そして交通の情報が入ってきました。JR 東日本新幹線統括本部によりますと、東北市内する予定だということです。カメラは地震発生当時の宮城県石巻市の様子です。カメラが縦に横に揺れています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。そして交通の情報が入ってきました。 JR 東日本新幹線統括本部によりますと、東北新幹線は今日午前10時27分ごろ、宮城県で震度5強の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5強を観測したのは宮城県石巻市、大崎市、涌谷町でした。また震度5弱が青森県階上町、岩手県一ノ関市、釜石市、仙台市宮城の大崎市、涌谷町でした。また震度5弱が青森県階上町、岩手県一ノ関市、釜石市、仙台市宮城の区、仙台市泉区、東松島市、蔵王町、川崎町、